皆さんこんにちは。俳優の神田正輝さんが27年間 MC を務めてきたテレビ朝日系旅番組朝田生です旅サラダを9月28日の放送をもって卒業することが、7月6日に番組を制作する大阪 ABC テレビより発表されました。番組を支え続けた最大の功労者が降板を決めました。神田さんは昨年11月18日の同番組に72歳で初めて体のメンテナンスをすることになりましたとメッセージを寄せ、以降の出演を取りやめて入院。その後は驚異的な回復を見せ、今年1月27日の放送から復帰し元気な姿を見せていましたが、電撃降板となりました。神田さんは1997年4月から番組の2代目 MC を務めてきました。局にコメントを寄せ、前任の草野仁さんが MC を務められた4年間を目標に頑張ってきました。気がつけば旅サラダは5年、10年、20年、そして32年目になりました。視聴者の皆様、支えていただき誠にありがとうございますと感謝をし、来週からもいつもと変わらず素敵な世界の旅をお届けしたいと思いますと最後まで全うすることを誓っています。同番組を降板した後、神田さんのレギュラー番組はなくなります。6月1日の放送で神田さんは、もう就活は終わっちゃってるけどねと冗談交じりに話していましたが、テレビ局関係者によると、石原プロ時代から続いている仕事は続けるが、石原プロが2021年に解散してから新しく仕事を受ける意思はなかったようです。旅サラダの出演が終わると、事実上の芸能界の引退になる可能性がありますと明かしています。番組では神田さんの卒業後は新たな出演者は予定しておらず、引き続き松下奈緒さんが MC を務め、勝俣邦和さん、中丸雄一さんが盛り上げていく形のようです。局は毎週土曜の朝を爽やかに進行していただき、非日常を感じる世界の旅や新たな魅力を感じる日本の旅など、人生を豊かにする旅の魅力をお茶の間に届けていただきました。心より感謝申し上げますとねぎらっています。ちなみに神田さんの旅サラダ出演をめぐる経過は、23年11月18日に番組を欠席、勝俣さんが72歳で初めて体のメンテナンスをすることになりましたと神田さんのコメントを代読、24年1月22日大阪 ABC テレビの新春社長会見で、山本真也社長が神田さんの代役を立てる案は考えておりませんと説明。同23日同局の公式サイトで27日の放送から神田さんが復帰すると発表。同27日に約2ヶ月ぶりに出演し、長いお休みありがとうございました、ゆっくり休めましたと挨拶をされています。同番組で神田さんと共に MC をされている女優でアーティストの松下奈緒さんは6日自身の SNS を更新、朝田生です旅サラダを卒業することが発表された神田さんにメッセージを送っています。松下さんは同番組でサブ司会を務め、 MC の神田さんと共演。この日インスタグラムで、先ほど発表になりましたが、私がレギュラー出演させていただいています朝日放送朝田生です旅サラダにて、長年番組を引っ張ってこられた神田正輝さんが番組をご卒業されます、本当に本当に寂しいですと率直な思いを綴っています。昨年4月から同番組のサブ司会を務める松下さんは、旅サラダファミリーに入れていただき、神田さんのプロとしての姿勢、旅を愛する知識、素敵なシャレ、たくさんのことを隣で学ばせていただきました。たくさん楽しんで、そして失敗していいよ、自由な番組なのでと初回の生放送の時に言ってくださった言葉で、緊張が一気にほぐれたことを今でも思い出しますと神田さんとのエピソードを明かしています。そして神田さんがいらっしゃらない旅サラダはまだ想像できませんが、神田さんが積み重ねてこられたものを頑張って受け継ぎ、私なりにゲストの皆様にはもちろん、見てくださる皆様にもこれからも長く楽しんでいただけるよう頑張りたいと思いますと決意を記しています。この投稿に
悲しいな、奈緒さんがダジャレ継承をお願い。番組冒頭での奈緒ちゃんと神田さんとの夫婦漫才が見れなくなってしまうのが残念です、などの声が寄せられています。そんな卒業が発表された6日の放送ですが、神田さんがゲストの女優佐藤ひとみさんを苦笑いさせる質問を発しています。佐藤さんは宮城仙台の美食と美酒をめぐるロケのため番組に参加。冒頭でスタジオに登場すると、神田さんは早速、ひとみちゃん何年だっけ、6年と久々の番組出演について聞きました。佐藤さんが6年ぶりぐらいですと答えると、神田さんはどうしてたの、何かいろいろあったのとぐいぐい質問をします。佐藤さんは何もないですよと苦笑いしながら返すと、神田さんはああそう、相変わらず飲み続けているのと続け、佐藤さんも飲み続けてますよ、元気に飲んでますと応じていました。勝俣さんから痩せましたよね、神田さんからもすっきりしたと言われると、佐藤さんは本当ですか、ちょっとリバウンドはしてますとコメント。すぐに勝俣さんから昔顎3つあったとちゃちゃを入れられ、ちょっといい方、顎は1個だけですからと笑って返しています。そんな神田さんの卒業まであと3ヶ月、大ベテランの神田さんだからできるゲストの方への質問なども多いですが、卒業後は番組がどのように変わっていくか楽しみでもあり、ちょっとだけ心配でもありますね。もしかするとこの卒業を機に神田さんが引退状態になる可能性もありますので、最後まで楽しみに番組を見たいです。最後までご覧いただきありがとうございました。